こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、ユニクロの秋コートですね。この中でおすすめのものを皆さんにですね、2つご紹介をしてみたいなというふうに思っています。 まあ季節も進んでですね、最近は朝晩はですね、だいぶ涼しくはなってきたわけなんですが、そうなるとですね、今僕が着てるような着丈の短いようなライトなアウターよりも、もう少しですね、丈の長いロング丈のコートがあると、すごく便利なのかなというふうに思っています。まあ皆さんもですね、冬になったら、 チェスターコートみたいな、ちょっと重量感のあるコートをお持ちかなと思うんですが、それ以外のですね、もうちょっと手前の秋ですとか、あとは秋だけではなくて春ですとか、こういった真冬に着る手前ですとか、その後のですね、まあ、そこまで寒すぎない時に持っておくと便利な、秋と春に使えるようなコートがあると、まあ、めちゃくちゃ便利かなと思うんですが、今回はですね、僕たちにとって一番身近なユニククの中から、まあ、今季であればこの2つがおすすめというものですね、皆さんにご紹介し 紹介したいと思っていますのでまあ、どちらも買う必要はないかなと思うんですねあくまで気に入った方を一つ選べばいいかなと思うんですが 今後のコート選びの参考にしていただければ嬉しいかなというふうに思っています。結構ですね、多くの方はコートというと真冬のコートだけで済ましてしまう方が少なくないかなと思うんですが、まあもちろんですね、季節によってどれぐらいの厚みが適しているのかは変わりますし、やっぱり素材の質感だとか色合いが変わることで全然感じ合い方も変わってくるので、ぜひ皆さんには秋だとか春に使えるような真冬用のコート以外のですね、ちょっとライトなコートも一着は揃えていただきたいなと思ってますので、 ぜひ今回の動画参考にしていただければなというふうに思っていますこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですねなるべくわかりやすく解説をしていますもう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートに関しましては僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしてますので気になる方はですねこちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますのでそちらからチェックをしていただければなというふうに思っていますそれでは早速行ってみましょう はい、ということで、今年の秋のおすすめのですね、ロングタケのゴート私物をですね、実際に着てみました。どうでしょうか こちらはですね、以前もご紹介したものなんですが、今季のユニクロ U のステンカラーコートですね。これがですね、もうナンバーワンで今季は良かったなと、個人的には感じています。まあ、ユニクロはですね、通常ラインでもステンカラーコートをやってるんですね。もちろん僕も持っていまして、昨年購入したのがですね、こちらのネイビーのステンカラーコートなんですね。これはこれでバランスがいいんですね。木、まあ、を照らうことなく、非常にベーシックで使い回しがしやすくて、 ですね、もちろんカジュアル使いもできますしあとはビジネスで来てもですね違和感がないぐらいですね非常に使い勝手のいいアイテムになっているんですね。 ただ、このあたりはですね、人によりけりだと思うんですが、ベーシックすぎるとちょっと退屈に感じるなという方もですね、中にはいらっしゃると思うんですね。本当にベーシックなんですよ。ザ定番としては使いやすいんですが、個人的にはですね、もう一ひ,ひねりあった方が、やっぱり楽しいかなと思うんですね。まあその点、このユニクロ U のステンカラーコートに関しては、やっぱり細部にこだわりがありまして、生地の質感なんかもすごくいいんですけども、生地はコットンポリエステルを使っていまして、まあ ポットンのですね、自然の風合いもありつつもですね、ちょっと張り感もあるんですね。この感じもなかなか使い勝手が良くて、まあ、重量感もそんなになくてですね、着心地もいいんですね。そして肩なんかもですね、最初から少し落ちていて、今っぽいシルエットになってますね。ややゆったりめです。 で、ユニクロ U のコートって結構丈が長いものが今までは多かったんですね。まあ、去年のチェスターコートなんかもかなり丈が長くて、まあ、個人的には好きなんですけども、実用性で言うとですね、どうしてもこう自転車に乗ったりだとか、ちょっとこう歩いてる時にですね、竹がもたついたりだとか、そういったところもあったりして、そのあたりは多少気になったんですが、今季はですね、竹の長さがバランスが良くなって、まあ、僕の身長だとちょうど膝よりもちょっとしたぐらいの長さになってるんですね。 まあこれぐらいがですね、僕はコンパクトで使いやすいかなと思ってます。ただコンパクトとは言っても、今から5、6年前のステンカラーコートってもっと短かったので、それに比べればですね、十分な長さがあるので、僕はバランスがいいんじゃないのかなというふうに思ってます。またポケットの付け方もね、ちょっと独特で、大きめなポケットになってるんですが、ステッチが表面にもこう見えるような形になってまして、このあたりもですね、デザインのバランスとしてはすごく面白いなというふうに思ってます。まあ色合いも良くて、素材の質感も良くて、なおかつ ですね、デザインもスリットが入ってたりだとか、まあ、細かい部分ですね、こだわりの感じるこちらのコート、まさしくですね、ユニクロらしいベーシックさとデザイナーの持つですね、ちょっとアクセント的な要素、これがちょうどいいバランスでミックスされているので、まあ、大人の男性にもこれは使いやすいんじゃないのかなというふうに思っています。まあ、色はですね、2色でベージュとブラック2つあるんですけども、個人的にはですね、こういったベージュのような色というのは、秋の雰囲気にも合いやすいですし、まあ、季節を変えて春でも ですね、重たくなななりすぎいいいのでバランスがいいんじゃこれからですね、10月後半から11月の中頃、まあ、場合によっては11月の末ぐらいまでは使えるかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなというふうに思っています。まあ、コーディネートに関しては簡単で、内側にですね、今回はシャツを合わせてるんですね。まあ、ストライプ柄のもので、これもユニクロのものなんですが、プラスジェーンのです、ね、スタンドカラーのものですね。まあ、こういった形でシャツでアクセントを作っていただくのもいいですし、もっと わかりやすいのは。 ホワイトだとか、ライトグレーだとか、そういった丸首のニットですね。こういったものを入れてあげると、これまたですね、ベージュとの相性が良かったですので、こういった着こなしもすごく使い勝手がいいかなと思っています。一方で、上半身はですね、明るめにしながらも、ボトムスはこう、ブラック系でしっかりと引き締めてあげると、メリハイの効いた着こなしが実現しやすいかなというふうに思っています。まあ、こちらはですね、僕はテーパード型のボトムスですね。まあ、ブラックデニムみたいな細身のものもいいかなと思うんですが、個人的にはですね、スラックスライクの ものが好きなのでユニクロでいうとスマートアンクルパンツだとか、まあ、そういったところで合わせてもらうとバランスがいいんじゃないのかなというふうに思っていますこのコートはね本当に傑作なのでぜひ皆さんあんまり派手さはないと思うんですねユニクロ U の中でも話題にはなっている商品とはまた違うかなと思うんですがぜひですね秋コートの一つとして検討していただければなというふうに思っていますはい続いて2つ目のコートなんですが 現物があれば一番良かったんですけども、コートですね、ユニクロのものたくさんあるので、今回はあえて買わなかったんですが、おすすめしたいのはですね、こちらの画像にあるようなトレンチコートですね。まあ、ユニクロの中でもですね、定番的にトレンチコートというのは取り扱いがあって、現状ですね、二型のトレンチコートがあるんですが、個人的におすすめなのは、 こちらのトレンチコートですね。まあ、2着の中でもよりディティールがですね、省略されていて、シンプルで使いやすいのがこちらのトレンチコートになっています。まあ、正当派なトレンチコートというのはこちらの方なんですけども、 ま、見ていただくとですね、ディティールが違う部分たくさんありまして、例えばですね、肩の部分を見ていただきたいんですが、この部分にですね、ショルダーストラップと呼ばれるような、まあ、ここに装飾が一つついてるわけなんですが、そういったものもですね、ご紹介してる方のトレンチコートは省略化されていますし、あとはですね、胸のところにもですね、生地が一枚覆われるような形になっているんですが、こちらはですね、ガンパッチと呼ばれるようなディティールなんですけども、そういったものもこちらでは省略されています。または首元をですね、 すすするるるよようううにでできていなスロートタブともものもあったりするんですがそういったものもですね、ディティールとしてはかっこよかったりするんですが、なくてスッキリしてる方が、僕はかえってバランスがいいかなと思ってるんですね。ですので、ユニクロには2パターンのですね、トレンチコートがあるんですが、なるべくディティールがスッキリとしているこちらを選んだ方がバランスがいいかなというふうに思っています。まあ、シルエットもですね、もともとトレンチコートそんなに細身のものではないんですが、まあ、こちらの方がですね、ラグラン袖になっていまして、肩の雰囲気も ですね、ちょっとゆったりめに今っぽい雰囲気は漂っているんですね。こちらの方が現代の雰囲気には合っていて、個人的にはすごくバランスがいいかなというふうに思っています。僕もですね、お店で何度か試着をしたんですが、完成度がめちゃくちゃ高いんですよね。まあ、色に関してはベージュとネイビー2色あって、まあ、どちらもいいんですが、個人的にはよりシャープに見えるネイビーの方がかっこいいかなというふうに思っています。まあ、トレンチコートということで、ステンカラーコートに比べるとボタンの数も多いので、少しディティールとしては 華ややかかさがあっってててこのののコートもでですすすね大人の男性にには似合いやすいいいいいななとと思思ううチェックをしたただきま個人的にはですね、ちょっと大ぶりな襟前のデザインなんかもですね、すごくよくできていて、このトレンチコートは完成度がめちゃくちゃ高いなと思っているので、ぜひ皆さんもですね、決して目立つアイテムではないかなと思うんですが、店頭で試着をしていただければなというふうに思っています。そしてこれは番外編ではあるんですが、 結構ですね、先シーズンのユニクロ U の女性もののトレンチコート、これまたですね、めちゃくちゃバランスが良くて綺麗なんですね。僕もですね、実際に買ってレビューをしたと思うんですが、こちらのコートもですね、大人の男性が着てもかなりハマりがいいかなと思うんですね。先ほどまでご紹介したコートよりもかなりですね、サイズはたっぷりしているので、 女性モーはいえども、僕の体でも M サイズぐらいでバランスが良かったので、まあ、多くの男性はですね、M か L を着ていただければ、まず間違いはなくですね、ハマるかなと思っています。まあ、トレンチコートという名前はついてるんですが、ボタンの数は先ほどご紹介したモーとは違って、だいぶ省略されていて、シャープな雰囲気になってるんですね。これまたですね、ちょっとクロート向けのアイテムではあるんですが、 まあかなり満足度の高いデザインになっているので今期もですねこれを継続しながら秋風で使っていただくというのもなかなかいいかなと思うのでぜひです、ね、こちらもチェックしていただければなというふうに思っていますはいということで今回の動画ではユニクロで秋に買うべきコートですね2種類皆さんにご紹介させていただきました、まあ、どちらもですね捨てがたいんですね まあ皆さんもですね、動画を見ながらどっちにしようかなというふうにですね、悩まれてるかなと思うんですが、まあ一つ基準としましては、トレンド感があった方がいいだとか、着こなしにアクセント的に使いたいのであれば、やっぱりユニクロ U のコートがですね、細部のバランスも含めて、ちょっとクロート寄りな作りになってるかなというふうに思っています。一方で、数年は着たいだとか、なるべくベーシックなものを着たいという方であれば、もう一つのですね、ユニクロの通常ラインのトレンチコートですね、これがバランスがいいかな と思うのでまあ、自分のスタンスによってこの2つをですね選んでいただけるとすごくバランスがいいんじゃないのかなというふうに思っていますまあ、僕自身はですねトレンド感を楽しみたい方なので今期はユニクロ U のこちらのコートをですね存分に使っていきたいなと思ってますのでまた今後ですねコーディネートの事例として皆さんにご紹介ができればなというふうに思っています これからもですね、こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日をですねなるべく分かりやすく解説したいなと思ってますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします以上スタイリストの大山俊でしたまた次回の動画もお楽しみにおしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか限定動画では中級者向けのアイテムコーディネートからライフスタイルまで発信皆さんからのご質問のほか無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします大山俊のメンバーシップチャンネル